こんにちは、カルマドのゲンゲンですとメンメンです。はい、そしたら今日はハンモックといってもそんな立派なハンモックではないです以前、知人からいただいた、漁師用のネットなんで、これは漁師の網やね、網やね、多分、うん、網になるよね。この網、漁師用の網とこの、これももらってきたロープ、この2個を使って、市販にも勝るほど高級な、ハンモックを作ってみたいと思います。本当はいい網やね、6つ、そしたら今からハンモック作りやってみて、まあ使うのはこんだけ、基本的にこんだけかな、こんな大したものもないかなって感じはあるんですけど、まあ転落しんようなハンモックを作りたいと思いますそこが関連です。はい、じゃあ作っていきまーす。そしたらまず、ロープを使っ、ロープで長さを測って、まあ全部憶測です。それ何メーター？2メーター。いや、ロープはもっと長くないとダメですわ、逆に。2メーター？3メーター？多分3メーター、ほら結ぶとことかもあるんで、3メーターでも短いくらいなんじゃないかな。これでロープの長さはわからないので、ちょっと気持ち長めの5メーターでカットして、これをネットに入れていくだけ。1本通ったし、2本目はい、紐通し完了。ちょっと試しに。完成。簡易ハンモック、まさに簡易ハンモック。簡易ハンモック、時間見たら30分でできてます。上って吊るしてみる。そうですね。試しハンモック張り、2階の空いたスペース張りに仮に結んでみてますけども、けども結び方を2人とも知らないように肩結び。え、それそーっとやってるんだ。だんだんネットに縮まってきた。それじゃ罠にかかった。罠にかかった動物が。安らぎもクソもね。安らぎもクソもね。それ罠にかかった獲物よ。めっちゃウケる。ちょっと待って、マジで出る。めっちゃウケるんですけど。ちょっと手引っ張ってください、マジで。紐ほどきましょうか。いやちょっと
なよこれは終わんなよマジで一人で照れになったマジで出ようと甘くとこっちはしまってるもうまあでも形はもうハンモックっすよね形はこんなにもうハンモックって感じはい、そしたら今回はこれまでどうもご視聴ありがとうございましたただただ罠にかかった子羊子羊じゃない、そんな可愛いもんじゃなかったなむごいおっさんがかかったはい、お疲れ様でしたまた違いも見てくださいいや あ、まあ、この前ハンモック作ったんで今日はちょっと違う日なんですけど慎太郎にぜひね、味わってほしいなと思ってぜひやってもらおうかなと思いますどうぞはいあ、ハンモックだ気持ち悪いどれどれ大丈夫かこれロープは切れんけどね怖いどうしてくればいいロープは切れんお尻からなんだねお尻からあ、お尻お尻から入って怖いで、足を中に入れるうえ快適寝れるいや全く見もするああやめた落ちる落ちる落ちる出れんやろこれやめるやめるやめる出れんやろ出れ助けてくれ助けてくれやいや、だって足もすっぽり入ってるのにどうやって出れるんこれどうやって助けるいや、メイさんの手を引っ張ってメイさんの手を引っ張って落ちる落ちるこれほら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 せーのよいしょ助けて足さえつけ足さえつけ足さえつけ足足足つかんし罠にかかった獲物見るよ、ね、はい、僕は、今度改善します改善しますまあね、ドッキリ大成功やねはい、じゃあハンモック作りは今で終わりですまた新たな2号を楽しみにしとってくださいそれではご視聴ありがとうございました